どうもドーズルです。はい、ということで本日もこちらクラロワリーガージャン2019お送りしていきたいと思います。さあということで、今日の夜もね19時から生放送にてクラロワリーグございますが、まあ、今日の夜の見どころはなんといっても3試合目、ポノス VS ファブゲーミングなんじゃないかなと思います。まあ、どちらも日本チームでね、人気のチームなんですけれども、今年から、ラット選手がファブからポノスに移籍したんですよね。で、まあ、お互いやっぱり意識するところはあると思いますので、まあ、もしかしたらラット選手 VS ケンツメ選手とかね、そういった激アツな、対戦カードが見れるかもしれません。そういったね、ところにも、注目しながら今夜も見ていきたいと思うんですけれども、本日の、ピックアップ試合、先日試合で行われました X-BOW マスター選手にね、注目して見ていきたいなと思います。 X-BOW マスター選手ね、私生で見てたんですけども、笑いが出ましたね。上手すぎて笑っちゃうって本当にあるんだなっていうぐらい、もうワンプレイワンプレイがねとにかく上手くて、特にね1試合目が、顕著だったんですけれども、1試合目相手のジャイ選手がプリンス入りのデッキを使ってたんですよね。で、X-BOW マスター選手が使ってるデッキはプリンス系が結構乏しくて、まあ、そこをね、うまくいなしてたっていうのと、クロスカウンターを決めたりだとか、あときっちり守りきるんですよね。あんまり過剰防衛せずに、まあ、毎回守り方を変えながらね、きっちり守りきるっていう、その防衛のこうコストの使い方とかも、ね、注目して見ていただければなと思います。ということで、ご覧ください。どうぞ。ワンワンが始まります。今回ディガーとベビードラゴンの番になりまして、アースクエイク入ってます。ジャイ選手、これはロイホグプラスバーバリアンデッキの可能性が非常に高いです。そしてアースクエイク入りってなると、どういったデッキがあるのか、ちょっと最近のデッキになりますから分かりませんが、どうでしょうか。少しトッププレイヤー同士でもアースクエイクかなり少ないので、アーチャー読みづらいですね。ホグライダー入りっていうのは見えましたけど、ただまだ出てこないバルキリー。そうですね、ジャイ選手の方はこれは前回 KK 選手が使ったデッキに似てますね。アースクエイク入りから何が出てくるんでしょうか。まだメインとなるカードは出てきてません、X-BOW マスター選手。それに対して来ました、インフェルノタワーで防衛です。インフェルノタワーとなると相性的にはジャイ選手の方が有利なんですけれども、 X-BOW マスター選手のラスト1枚が気になります。ローリングッドで綺麗に防衛、一発は入りますが敵の攻撃をいなしました。オーブンに対してはアースクエイク、いやホグライダーですか。ホグライダーですね。ここにアースクエイクもつけれないので、ここは一旦オーブンを削りに行くホグライダーですね。レンザー選手のようなデッキにもなっています。X-BOW マスター選手、これインフェルノタワーなので、どうしてもロイヤルホグの一発一発が入ってしまう可能性があるのですが、はい、さらにここバレキリス入ってしまうと次のロイヤルホグ展開かなり辛そうです。確かにそうですね。割と前目にアーチャー。ここはロイホグに対して、ああホグライダー返し、そしてコウモリを後ろからホグライダーが通りそうだ。なんという通し方、無視ですかね。さあこれはアドバンテージは X-BOW マスター選手の方があります。もうすでにびっくりですね。効果交換以上の交換をしていった X-BOW マスター選手。次の攻めで X-BOW マスター選手、ここのオーブンにアースクエイクと落ちたホグライダー、ここはアースクエイク、そしてローリングバーバリアンと、いやこのロイヤルホグに対してはどうでしょうか。ローリングバーバリアンで返して、そうですね、完封できましたね。はあ、うますぎます。そして両サイドアーチャー、ホグライダーを飛ばす準備はできています。右サイドまずは揺さぶる形、一発入って、こうなると陸受けにバルキリーを裂かなければ。はあ、バルキリー裂きました。雪玉で少し鈍足をかけてバルキリーで処理。さあここから延長タイムです。アドバンテージ取ったのはアースクエイク先打ちですかね。アースクエイク先打ち、ホグライダー、ホグライダー一発が通れば714まだ残っています。ですがロイヤルホグの防衛しづらいので、まあちょこまか削られるとかなり辛い。X-BOW マスター選手、ここポイズン打ちますかね。ジャイ選手、ロイヤルホグ、ローリングバーバリアン、
受ける形はできていますが、ここはバルキリーで防衛です。このポイズンはミスですね。少し焦りました。カウンターのホグライダー、アースクエイクも入って、雪玉も投入、ホグライダー一発が綺麗に入る、2発も入る、いや完璧すぎる。いるんでしょうね。 X4 マスターポーズからスタート。まずはアサシンユーノ後ろからですか。まあ、ユーノとなるとメガナイトやペッカデッキ、まあ、もしくはロイホグオーブンが予想されますが、まあ、ガーゴイルとなるとまあペッカデッキですかね。お互いガーゴイル、ローリングバーバリアンでジャイ選手形を作っていきますが、ゴブリンギャング、ここにはザップ、ガーゴイルのダメージは受けたくないというアサシンユーノ。ここまで似ているようなデッキのチョイスが見られます。ダイ選手メガナイトの可能性もありますね。ここでスケルトン部隊、ネクソマスター選手の方はまあちょっと難しいですね。プリンスコカツでもないですし、少し独特なデッキです。さあ、このユーノは放置しているとダメージが入ってしまいますので、ガーゴイル投入、そしてホグライダー、ホグの違う形を持ってきました。そこにはペッカです。ジャイ選手ここから形を作っていきますが、コストが苦しいですか。かなりこれゴブリンギャングやスペルトを持ったリプ受けが豊富なので、ベッカデッキ辛そうですね。右サイド北条ババリアン、ゴブリンギャングで中央で受けて、アサシンユーの右サイドに突進ダメージがジャイ選手入っていきます。こういう風に左右に揺さぶるしかジャイ選手が攻撃する手段がないか。そうですね、まあ、ホグライダーにペッカを最速当てても一発入ってしまうので、相性的にはエクソンアスター選手かなり有利です。右サイドユーノ、そこにはスケルトン部隊、ザップを早めに打って、早いですね、ここはジャイ選手に分があり、カウンターすぐさまホグライダーとガーゴイル、しかしジャイ選手もここはガーゴイルで止めて、いい防衛をしてからカウンターです。まあ、ですが工場バブラの突進もまあエレクトロビザードで受けられてしまうので、はい、攻めとしてはかなり辛いんですけれども、まあペッカですね。後ろからペッカ、ホグライダーではなく左サイド来ましたね。メガナイト、さらにはゴブリンギャング、パワーに入ってきそうなゴブリンギャングのゴブリン、これは大きくダメージリードを奪いました。ですがここカウンターが非常に怖いです。そうですね、厄介工場バブラの展開ですかね。ペッカの後続にガーゴイルとローリングバーバリアン、そして左サイドアサシンユーノとエレクトロウィザード、さらには後ろから工場バーバリアン登場、中央でゴブリンギャング、ね、一発入ります。そこからのバーバリアンのダメージは入りませんが、ポイズンでの追い打ち、これホグライダーを飛ばしていけるか、エクスポンサー選手、ガーゴイル、ホグライダー、さあそれに対してはペッカです。一発入りますね。742まで削りました X4 マスター選手。ジャイ選手としては逆サイドも攻め時ですね。両サイド削れているアサシンユーの逆サイドに見えたところから、左サイド工場バーバリアンとガーゴイル、しかしそこにはメガナイトを合わせて防衛成功、そして右サイドはユーノが入っていますが、ここはもう放置、両サイド削れている状況。ペッカ登場、左サイドはアサシンユーノに対してスケルトン部隊、まだこうポイズンダップ圏内ではないので、はい、少しでもダメージ与えたいジャイ選手、中央ゴブリンギャングで防衛、しかし攻撃を続けていくジャイ選手、工場バーバリアン、ペッカまだ体力半分です。しかしその一発よりもホグライダーの方が通しやすいという判断か、しかしペッカの一発が入ってジャイ選手197まで削りました。あとポイズン圏内ですね、ここ防衛できるか、防衛コストがあるか、ザップを打ってユーノのダメージの方が早いのか、ここはポイズンの方が早かった。さあ相変わらず X4 マスター武士が出てきています。両者動きませんが、まずはゴブリン、もう一回ホグライダーの形っていうのも想像できますか。できますね。ザップを打ちます。ラムライダー、
第戦こうなるとメガネ。おお！スパーキー。X5 マスター選手がスパーキーを使う時が来ました。グリーン型のスパーキー珍しいですね。テンプレートであまり見ない形です。一発は入りました。これジャイ選手、ペイクかメガナイトかどちらかっていうのは。ジャイスパー。そしてメガガーゴイル、アサシンユーノをまずは突破して。これメガナイトっぽいですね。かなり待ってるので。メガナイトです。しかしジャイアントには触れることができません。こうなってしまうとやはりジャイアントにペッカの外傷より取れるので、はい、メガナイトだと少し辛そうですね。そして着弾速度が速くなりました。このプリンセス延命です。ここがローリングババリアン。さあここでスパーキーが来ましたね。デッキは見ないですね。確かに少し最近こうグローバルランキングでもスパーキージャイアント入っているものはあったんですけども、まさかここで使うとは。左サイドラブライダーとアサシンユーノ、ここはダークプリンス判断ですね。そうですね、キングタワーに一直線のジャイアント、ここはガーゴイルで処理していきますが、キングタワーの体力は約半分を切っています。この視点によりキングタワーが1700まで削られてしまったんですけれども、まあ、かなりキングタワーは防衛しやすいので、まあ、この捨ては有効な捨てだと思います。もう一回来ました、車輪付きゴミ箱。ロード画面ではそう呼ばないでくださいというふうにネタでも書いておりますけれども、さあここはメガナイトの誘導しつつ、ラムライダー右サイドは少し放置する形ですが、トルネードで寄せれません。ラムライダーがプリンセスタワー、アリーナタワーにしがみつきました。さあ左サイドローリングバーバリアン、そしてガーゴイルの防衛です。デストロムズありましたね。ありますね。後ろからプリンセスの援護もあります。ラムライダーの登場、ここで一発でも入ると分かりません。ラムライダーの一発はトルネードでスイッチ入りますね。入ります。これは X-BOW マスター選手の3段少しずれました。こうなるとジャイ選手が優勢になります。アサシーノのチャージはダークプリンスで防衛。これ一気に展開変わりましたね。そうですね。さあガーゴイルから形を作れるか。この相性差をひっくり返すというジャイ選手の底力。ジャイアントで受けてプリンセスを後ろから、このラムライダーが一生苦しい。トルネードで吸いたいが吸い切れません。いやー、これは無理だ。さあここのジャイアントにかけるか。ラムライダートルネードの言うこと聞きませんね。全く聞きません。自我が強い。さあジャイアント2段で攻めていくが、120に削る方法はジャイ選手簡単でしょう。 X-BOW マスター選手初敗戦、そしてジャイ選手勝ち切りました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、ブレインスポーツジャイ選手の勝利ということで、冒頭ではね、ネタバレにしないようにあえて X-BOW マスター選手だけのことを話したんですけれども、まあジャイ選手も上手かったですね。で、X-BOW マスター選手の、まあ、ラムライダーのキング起動、あそこがやっぱりねミスとして大きかったかなというところで、やっぱり X-BOW マスター選手ぐらい上手い、ね、人でもラムライダーのキングタワー起動するのミスるんだなというのを改めて感じました。難しいですよね、ラムライダー。トルネードのタイミングが絶妙に、かけないとね、吸えないという感じでございます。はい、ということで、じゃあ今日のね、夜も19時から生放送にてこちらクラロワリーグございますので、お時間ある方はぜひね、生で来て、コメントで応援していただければなと思います。みんなで盛り上げていきましょう。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。